はい、お疲れちゃんですあゆかママです。す、えー。あ T シャツにすっぴんといつも通りでございますがいかがでお過ごしでしょうか今日はこんな T シャツの色の空でねなんか気分もメールというかうーん寒いし太陽が出てないしなんとなくこう気分がうつうつとしてくるんじゃないかなというふうに思います。天、えー、天秤秤座座月月間で、で、今日から天秤座が月に入りましたので 新月にどんどんん向かっていくていうまです、えー、ママはね毎日毎日、えー、自分の決めたスケジュールをこなしているだけなのであまり影響を感じませんが、えー、天秤座の影響を受けてすごくバタバタ忙しいっていう方もいらっしゃると思いますし水、えー、星学校の影響を受けてトラブルを受けてるという方もいらっしゃるようです。えー 新月のエネルギーは特に活動休祭りですのでそういうバタバタのエネルギーが多いのかなというふうに思います。急な変化というよりは、まあ、事件トラブルっていうのもあるのかもしれません。でね今日ママは実はえっと、まあ、3名の方のセッションをさせていただいたり。 えー、ちょっと急に来た話で、えー、もう諦めてた不動産の物件を見に行ったりと、まあ、これも若干水薦逆行の影響かなっていうのもありますで、えー、オンラインサロンのメンバーさんにねアロママッサージを2時間たっぷりやっていただきました。えー、最近は メンバーさんにねこうマッサージの人が多くなって本当に自分ももうお店に行くんではなくて自分のオンラインサロンのメンバーさんに全部体のケアもお願いしている状態ですはい幸せでございますありがとうございます <laughs> はいでね、うん、何のお話をとあ今日3人の方の成長もしてその方の話とかもまあちょっといろいろしたいなと思ったんですがまずえー、新月図の影響の中で うーん今日のね一番の私の中のニュースはやっぱフランスの夜のロックダウン夜だけロックダウンっていうことですね。でこれはコロナというのはまあ名目上というか言い訳であって本来は違う意図があると思うんですね。何かがうーん起きるかもしれないからその前の。 に準備としてやっぱり夜禁止にしておく4人以上集めないようにしておくということでその暴動なり何かが起きないようにえ伏線を張っておくというか予防しておくみたいな感じで私には捉えられます。で 日本の新月図を見る限り、ロックダウンということはないと思います。しかしながら、えー、春のロックダウンもそうでしたけど、遅れてやってくるということはあるので、これからの動きには注目したいなと思います。もし日本もこれから感染者の数が増えましたみたいなニュースが増えたら、それはその準備だと思っていただければいいかなと思います。で、本当は感染者が増えているとか、そういうことでは私はないと思っています。違う理由があると思います。しかし、 出ない方がいいという、えー、何かがあるんだと思うので。 まあそれは守るしかないわけでですよねでその時に何をしたらいいかっていうのをまた自分たちで考えなければいけないという形でただ、えー、黙ってすぎるのを待つだけではなくやはり時代がどんな風に変わっていくのかっていうのをよーく目を凝らして見ていなければいけないし実際には何をやろうとしているのか何が起きようとしているのかうん彼らがどういう意図を持ってそういうロックダウンを起こそうとしているのか、えー うんよく臆測でもいいから、えー、そういう予測を立ててほうがいいのかなというふうには思います。えー、アメリカの選挙もありますし、えー、その前に何をしてくるか、えー、どんな発表をしてくるかも分かりませんしかなり、えー、日本では報道されない、えー、海外の動きがあるんだと思います。それによよってて、まあ、暴動が起きたりデモが起起ききたたりりデモししないようないう、えー、準備として 夜っていうことなんじゃないかなというふうに思います。えー、仕事はしてもらうけれども夜は出ないでほしいっていうことだと思うんですね。でこれがうんもしね、まあ前回の自粛の時もそうでしたが続いていくっていうかうんとなるとやはり夜の商売っていうのは難しくなってくると思うんですね。飲食業とかもうんだから元に戻るっていうことはやっぱりなくて、えー、夜は家でご飯を食べましょう。 えー、仕事はそんなにしなくていいですよそんなに寝ないで働かなくていいですよ店は24時間空けなくていいですよっていうのが主流になるんだとしたら、えー、私たちは何をやりたいかうんっていうのをやっぱり真剣に考えていかないといけないのかなと思うんですね。でそのの時にに例えば、ね、ママはこの家を借りるる駅かから1分でで、まあ、寝るだけっていうか便利で あ移動に便利で駅から近くて帰ってすぐ寝れたり、まあ、準備ができたりっていうその利便性を取ったんですねだけど、まあ、今ねこの間も言ったようにこういうふうに家で過ごすことが増えた時にやっぱり家での豊かさっていうものを感じるにはある程度の広さだったりある程度のリビングとかが必要になってくるわけですよね料理ができるようなとか。 だからそうなった時にうんもしねまたそういうふうなことが起きるんだったらこの家じゃないなっていう感覚ですですから今日その不動産の話があった時も,もう更新するって決めたけどどうしてもその物件は気になってたので見に行きました、えー、審査が通るかわからないけれども、えー、そういうチャレンジをしたいなというふうにまた改めて思ったのは水星逆行なのかもしれないよね。で、えー、海外 から日本が遅れてくること、それはロックダウンの時も同じだったように来る可能性はあるのでその辺はよーくよーくうーん見ておきながら自分の中で未来を予測してみたり憶測で考えてみたりするのもいいのかなというふうに思います。何より来年は、えー、水瓶座同星と大志座天皇星のスクエアというのが起きていきます。 これはこの今年の3月から7月までの流れよりさらに天王星とのスク合いがひどくなりますので影響はあると思うんですね。で実際に3月から7月に何があったかっていうとやっぱりロックダウンだったじゃないですかだから再度来るという可能性は大いにありますし、えー、水がめ座っていうその。 グローバルですよねグローバルに土星が入るということはグローバルにメスが入るわけですよね。そうすると偽物のグローバリズムっていうものはうん私は今いろいろなことを勉強してあっ今までのグローバリズムって偽物だったなって思います。えー、誰かが作ったうん誰かにとって利益が出るような非常に計算されたグローバリズムで。 むしろその国を崩壊していく、うん、国を全部こう株式会社化して、えー、と金持ちが握ろうとするようなそういうグローバリズムだったように思います。でもそれが見せかけというか宣伝というかそういう洗脳的には非常にグローバルっていいよねみたいな。 あの自由で自由だよみたいなのをこう宣伝はしたけど本当はそうじゃなかったなというふうに思います安い賃金のえ中国の貧民の人たちに働かせて安いえ賃金で働かせて奴隷のように働かせてえすごく利益を上が取るみたいな感じだったりとかお金の価値が違いすぎたりとお金をばらまいたりとか そういうものだったので偽物のグローバリズムに、えー、土星でメスを入れていくそしてお金の価値を変える大志座の天皇星でメスが入るということはやはり金融のリセットグローバルのリセットっていうのがかかるんじゃないかなというふうにママは読んでます。そのの時にややっっっっっぱりり一瞬鎖国国化するるんだだよねどううたたたてて回いものを守るためだったりとか で本物のグローバル要は本当に私たちがその住む場所を選ぶとかどこで生きるかを選ぶっていうことは、えー、またそういう時代が来るとは思うのねただ少し一旦そこにメスが入る以上は日本から出れないよとか日本に入れないよっていう流れになるんだと思うんですよ。そのの時にに、うん、今日のねクライアントさんともも話しししししてててたた私も前に国際結結婚婚やっぱり結婚してる人 えー、パートナーが海外にいる人、えー、海外に結婚したけど日本に帰りたい人いろんな人がこの影響を受けるんじゃないかなというふうに思っています。うん、それをやっぱり危惧していますですからあまり楽天的に考えずにこの来年の土星天皇星のスクエアっていうのが、うん、なんていうのビビる必要はないので、ね、全然こう恐れる必要はないんだけれども。あ 土星が水が目ざっていうことはグローバルにメスが入るんだなインターネットにメスが入るんだなん何かこう今までとそこが自由にならなくなるんだなっていうのは考えてほしいなと思います例えばママも、えー、今年の6月にハワイに行く予定でしたがそれがダメになりましたそういうことも含めて来年また行けばいいやっていうふうにはやっぱり思えないのかなとも思います時間がなっちゃったまたね